랑이랑 바리우 핸드 퍼포 일하셔가지고 자 이제 락생 락생은 또고 저는 나로 가다 나르가 이 それこそ 吉田君まあまあそうだなまあとりあえず行くなでもやっぱ目玉スターが欲しいよなまあそうですねまあ確かに吉田スターを取りに行くとしたらまあ吉田身長もそんなに高いわけじゃないし則本なんかも高いわけそうですねよく似てるんじゃないまあ例えばそのマー君がいた時に則本はマー君を見て育ちノリモトがいて吉田が育つおおまたそれまあいいんじゃないその確かにいいですねじゃあ続いてロッテいきましょうかロッテはいロッテはね渡辺行くと思うよなんかあるんですか球の速くてある程度タッパがあって若いな高校生とかはいはい ああいうのを取るのが好きな球団昔からそういう傾向が確かにそうっすねじゃあ今年はピッチャーなんじゃないかとありますねしっくりきますもんね渡辺君じゃあ続いて、オリックスですねここはね、社会人ですおあの球団が一番社会人出身者が多いのあ、そうなんですか即戦力集めようとする傾向が強いピッチャーだねやっぱりな早いピッチャーを欲しい確かにとびっきり速いっていうのは誰だ今年は東洋大の回の162、166キロもう行くなこれそれ見て体格もいいですよ行く行くはい日ハムですねあ日本ハムはその年の目玉に必ず行くいや毎年なんかそういう傾向あるでしょありますありますだからだからだ野人気も含めてだからあそこそしたらやっぱ吉田じゃない吉田高生アマ球界の中で吉田がナンバーワンか だと思いますね総平均は誰根尾くんじゃないですかね だから、俺日本ハムは迷ってると思うよ吉田にするか根尾にするか多分そうだはいそうですねはいじゃあ続いてソフトバンクホークスファーストが欲しいな選手がいないことはないんだよでもやっぱ目玉に育てたり選手はちょっといないかもわかんないなファーストだからそれこそ頓宮君確かにねいいと思うアジアアジア、4番のファースト、もしくはだからその去年のソフトバンクって鶴岡東のミニピッチャーの子を捉えちゃったんですね意外にこう一本釣りだったと名刺もあるんでそれ考えたら結構そのサードっていう意味では智弁和歌山の林君左の打てるサードもできるしファーストもねそうですね結構面白いんだよだからここら辺は圧倒を驚かすようなことをしてくるかもわかんないねそれぐらい余裕があるってことですね勢力がまあそうっすよそれと育てる自信があるっていうことで西武行きましょうか西武は鉄板ピッチャ
やっぱやりやすいっていうのがあるよね。可愛がってもらえるし、浅村もそう、森もそう、おかわり君もそう、はい、もうほんとみんな人がいいから、うん、この子ら。だからスッと受け入れてくれるだろうし、で親分肌だしさ、まあ、そうなってくるといや、まあ、ネオ君を行く可能性もある。ちなみにこう埼玉なんで、浦和君、渡辺君パターンないです。おお、なるほどね。可能性はある。地域性、ね、地域性もあるし、可能性はある。可能性はあるけど、あそこのピッチャーの取り方って、はい、意外に荒々しいの取りたがるんだ。もう腕を振り回すみたいな、はい、ああいうピッチャーが好きなの。へえ。なんかの特徴がないと取りづらいっていうのがあるんじゃないの。だから渡辺って綺麗すぎるもん。だから故障はないかもわからないけども、威圧もない。渡辺君意外に競合するかもしれないですね。誰が一番競合すると思う。僕は吉田君かなと思います。まあ吉田だろうね。自分は結構ネオ君、吉田君3球団、ネオ君4球団ぐらいで競合するんじゃないかなって思ってますね。俺は小園君。まあ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 、ね、小園君もね、その辺はやっぱり絶対競合しそうな気がしますけどね。予想をこういろいろ知ってる時が一番楽しいですからね。酒でもあったら最高だね。最高っすよ。わかるか。全然ちょっと、はい、楽しみに。はい。